トヨタ自動車、トヨタグループ伝送株式会社伝送は、日本の愛知県刈谷市を本拠に置く自動車、部品メーカーである。2009年以来、自動車部品業界では、国内最大手である。トピックスラージ70構成銘柄の一つであり、トピックスコア30の構成銘柄の一つでもあった。前身は、トヨタ自動車の開発部門であり、現在もトヨタグループに属している。 1949年に日本電装株式会社として創業以来、トヨタ自動車を中心に自動車用電装部品を拡販し、現在では世界の主要なカーメーカーに幅広い製品を供給するメガサプライヤーである。36カ国に拠点を置き、従業員数は約15万人、売上高は2018年3月時点で約5兆円である。 自動車部品業界では、ドク、ボッシュ、ドクコンチネンタルに次いで、世界第3位。主な製品は、自動車の熱機器関連、エンジン関連、電気機器関連、電子機器関連、ITS 関連である。自動車部品を広範囲に扱っているが、センサー技術を応用した、産業用無人航空機分野にも参入した。また近年、バイオ分野やヘルスケア分野、情報分野、 製品としては、ワインセーバーや基礎化粧品など、様々な取り組みもしている。1970年代には日本電素から取られた、ND で始まる型番のアマチュア無線機器を生産、また KDDI を中心に携帯電話端末も供給していた。2007年まで細々とではあるが NTT ドコモの自動車電話、デジタルカーホンを生産していた。携帯電話に、 URI などを転送する際に使われる QR コードの開発を行ったのも同社である。QR コードは同社の子会社である株式会社電装ウェーブの登録商標である。CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器エコキュートは同社と電力中央研究所東京電力が共同開発した技術である。 CO2 レイバイカーエアコンの開発技術を活かして製品試作段階から深く関わっている。現在もコロナ向け呼吸との OEM 生産を行っている。エジェクタサイクルを世界で初めて実用化に成功させた。これを搭載した冷凍庫は従来のシステムに比べて冷凍能力25%、エネルギー効率は50%向上。 運転時の動力は33%低減し、年間の消費電力を60%も低減可能にする。電流を細かく制御することで、産業装置から家電製品にまで革命を起こしたインバータ以来の大発明と言われる。なお、埼玉県に本社を持つ日本電装とは、旧社名が同じであるが、両社の間で、資本、提携関係は一切ない。 歴代社長は創業以来一貫して、生え抜き社員が就任しており、同族会社が多いトヨタグループの中では、異例の企業である。自動車分野かつてアイデオ向け端末として、製造した 528G デジタルミニモ新事業、分野2014年度の製品別売上高校生は、以下のようになっている。電送製のドラム式洗濯機の広告初代社長、林虎は、 伝送独立時について下記のように述べており、そのためトヨタグループの中でも独立色が強くなっている。引き継ぎをしてみるとトヨタ自動車への借金が1億4000万円ぐらいある。僕の腹ではこの借金は無期限のある時笑いと軽く考えていたところ、豊田喜一郎社長はこの借金は伝送にやったのではない、貸したのだから。 そのことを忘れないようにと一本釘を刺され、なおその上に、社会的信用は何もないのだから、トヨタの信用である限りは、トヨタの信用を食い潰してもらっては困る。また、社名に、トヨタを使うことも遠慮してもらいたいと言明された。誠に厳しい言葉ではあるが、トヨタ社長としては当然のことであって、私たちは今もってその言葉が忘れることのできない、励ましとなっている。 そこで私はこれは容易ならぬ立場に立ったと思ったが、それだけに、また決心も、いよいよ強固になった。伝送15年始現在2011年10月から、約1年間は、志村所ところの戦うお正月などのスペシャル番組、のみであった。また、2020年4月から、全国ネットのレギュラー提供がない、ジャック・オフ・フェンバックのオペレッタ、 地獄のオルフェの序曲が2019年版の CM に使われている。本 CM は2020年11月頃まで、伝送 YouTube チャンネルでも視聴することができた。過去ウィキニュースに関連記事があります。伝送の実記者長に加藤信明氏が内定。ありがとうございます。